嘘だよ。え、結構いい。嘘だよ。結構いるよ。ここに食べてもらっていいの？そう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 。ああ。いいねー。怖いな、私さ。マッサージしていけるかもしれない。痛かったりって？分かった。あ、全然大丈夫だよ。これ乗ったらでも大丈夫じゃないし。え、大丈夫だよ。え、本当行けそう。本当？うん、乗ってみて。よかったですけど。うん、こっちがダメだ。やばい、なんか気配感じる。気配？私だよそれ。マジか。私ほんとバカ。もうあなたと同じ大学行けるかな。ママクロネ。もしも幼稚園のようお互いのことを知るためにお泊り会を結婚。なんかももクロなんカードってあるよ。怪しい。メンバーに初めて会った時の第一印象。お、ちょっとガールズトーク風にお泊まり会風に行きますか。行きますか。ももかに会った時は、なぜ分かんないところがあるから教えてって、なんか年下なのに聞きに行ったこと覚えがある。嘘、そう覚えてないよ。私はめっちゃあのお泊まりのさ、部屋の一番角に充電器さして体育座りでめっちゃ角に一人で携帯してってるイメージがある。他のメンバーはどんな印象だった？かなこは全然中で一番普通の子だと思ってたの、あの中で。うん、会った時からかなこ、この子アホっぽいなって思った。アーリンは、うん、あんなんじゃなかったよね、うん、もっと普通だったよね。あんなんじゃなかった。私玉井が一番強烈だったかも。足長い上に、うん、なんかいつもシマシマの靴下履いてんの。すっげーシマウマと思った。本人言った？言ってない。そう。でも足長いねとかは言った。え、言った。私も言った。やっぱり。そしたらさ、錯覚ですって帰ってこなかった。え、帰ってきたから。帰ってきたよね。錯覚じゃねえよって。そうそう。じゃじゃん。なんだ？ライブツアーに行く時の必需品。うん、大丈夫、合ってるよ。必需品読めたね、よかったね。絶対充電器。うん、それ別にいつもじゃない。ライブツアーっていう限定だったのに。はい、私あれ、蜂蜜。あー、よく持ってるかも。わかんないけど、適当に言った。ねー。マジか。静かにしなきゃいけないって思うと余計騒ぎたくなっちゃう。ママクロネでしょ。あ、わかった。紫のものをかなり結構。この人ほんとそう。だって一回一緒にさ、うん、次の部屋でさ、うん、泊まった時さ、うん、ここのさ、枕の上にもさ紫のタオルで引いて、で全身紫のさパジャマみたいなの着てたよね。紫は好きだからさ、一応。あの、かのことかはさ、あれじゃない、うん、ストレッチマットじゃない？あー、絶対そうだね。多分、ライブの時は。みんなでなんか着替えてた時に、ストレッチマットが着替えるところに置いて。嘘だよ。え、結構いい。嘘だよ。結構いるよ。ここに食べてもらっていいの？そう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 。私マッサージしていけるかもしれない。痛かったりって？分かった。あ、全然大丈夫だよ。これ乗ったらでも大丈夫じゃないし。え、大丈夫だよ。え、本当行けそう。本当？うん、乗ってみて。よかったりってね。うん、お、こっちがダメだ。やばい、なんか気配感じる。気配？私だよそれ。マジか。私本当バカ。もうあなたと同じ大学行けるかな。ママクロネ。もしも幼稚園のようお互いのことを知るためにお泊り会を結婚。なんかももクロなんカードってあるよ。怪しい。メンバーに初めて会った時の第一印象。お、ちょっとガールズトーク風にお泊り会風に行きますか。行きますか。ももかに会った時は、なぜ分かんないところがあるから教えてって、なんか年下なのに聞きに行ったこと覚えがある。嘘。そう、覚えてないよ。私、うん、私はめっちゃあのお泊りのさ、部屋の一番角に充電器さして体育座りでめっちゃ角に一人で携帯してってるイメージがある。他のメンバーはどんな印象だった？かなこは全然中で一番普通の子だと思ってたの、あの中で。うん、
私会った時からかなこ、この子アホっぽいなって思った。アーリンは、うん、あんなんじゃなかったよね、うん、もっと普通だったよねあんなんじゃなかった私玉井が一番強烈だったかも。足長い上に、うん、なんかいつもシマシマの靴下履いてんの、すっげーシマウマと思った。本人言った？言ってない。そう、でも足長いねとかは言った。え、言った、私も言った。やっぱりそしたらさ、錯覚ですって帰ってこなかった。え、帰ってきた、帰ってきたよね。錯覚じゃねえよって。そうそう。じゃじゃん。なんだ？ライブツアーに行く時の必需品。うん、大丈夫、合ってるよ。必需品読めたね、よかったね。絶対充電器。うん、それ別にいつもじゃないライブツアーっていう限定だったのに。はい、私あれ、蜂蜜。あー、よくも